泣き島地図泣き島は、日本の神奈川県鎌倉市寺文阿座城陣で424番の旧東日本旅客鉄道大船工場敷地脇に立つ一気の包凶院塔の通称である。泣き島の立つ一角の地名を陣でと言い,い、その名を冠して陣での泣き島とも呼ばれる。泣き島の背後にある櫓前後203センチメートルの伊豆石製で、刀身や基礎の部分は、 典型的な関東形式の特徴を持つ。塔の背後に矢倉があり、中には口で一部しか残っていないものも含めて14基の五輪塔が立つ。泣き塔は非常に形が整っていること、墨飾りや木段部の四隅にある部の形状が珍しいこと、木段部に刻まれた名が明瞭に残っていることなどの特徴があるため、重要美術品等の保存に関する法律に基づき、 1933年8月23日付、深沢文和五年名法教委員等名義で重要美術品に認定された。同法は1950年8月29日に文化財保護法が施行されたことを受けて廃止されたが、同法によって認定された物件の認定効力は文化財保護法不足の規定によって継続している。加えて1971年9月11日には、 石造法教員と名義で、鎌倉市指定有形文化財となった。現在、2019年夏の豪雨で、矢倉の崖が崩れ、安全のため、フェンス内の立ち入りはできない。泣き塔という名前の由来について、詳しいことはわかっていないが、塔の後ろの矢倉が、風に反響して、泣き声のような音を出すことから、泣き塔と名付けられたという説や、泣き人の塔がなまったとする説がある。 また、一時、石刀を近隣の昇蓮寺に移したところ、夜な夜なすすり泣く声が聞こえたことから、泣き刀と呼ばれるようになったという伝承もある。ただし、移設されたとする昇蓮寺に記録が残っていないため、移設の事実なども含めて、詳細は不明である。1933年に調査を行った際、祈壇部に以下の通りの名文が発見された。原文元修行。 清安増流石東馬おのおの旦那玄世、安納厚生前書文那五年猿兵二月二十日、供養、両、交互会社クレー元首である、高清は、石東馬を増留し、旦那たちそれぞれの玄世での安納と来世での前哨を、記念しつつ、文那五年日の江猿の年の二月二日に供養した。このことから、南北朝時代中期にあたる文那五年二月二十日に、増留されたものと推測される。 塔の正式な由緒は不明であるが、鎌倉時代末の現行3年5月に、新田義貞軍が鎌倉を攻めた、際の一局面である須崎合戦の古戦場が、付近にあること、及び、塔の背後に、倉があることから、矢倉に葬られた戦死者を周辺住民が弔う、ために増留した塔と見られている。明文の通りであれば、23回期の追前法要の際に建てられたことになる。 増留されて、後の塔の歴史についてもまた、ほとんど何もわかっていない。しかし、いつの頃からか、泣き塔にまつわる不吉な言い伝えが流布されるようになった。泣き塔が立つ土地を所有した者は貧乏になる、泣き塔を目にした者は、後日幽霊と出会う、たたりを受ける、などといった類のものであるが、これらの言い伝えは、泣き塔周辺を開発から取り残すほどの影響力を持っていた。 1943年、周辺の土地が大日本帝国海軍に買い上げられ、横須賀海軍交渉深沢分工場が造営されることになったが、その際、泣き島周辺も建設予定地に含まれており、泣き島は周りの丘ごと作兵される予定であった。しかし、古くからの言い伝えを知る、周辺住民はこれを思いとどまるよう要望した。また、島の撤去作業中に、 たびたび怪我人が出たことや、付近の工事現場で死者5名を数える事故が起きたこと、夜中に異様な音が聞こえるなど、教授、返事が様々に起きたことから、ついには当局も泣き等の破却を断念し、この一角だけは手をつけることなく建設予定地の脇にて、ひるがえれば、第二次世界大戦後、横須賀海軍交渉深沢分工場の敷地は、 1949年6月1日に発足した日本国有鉄道に払い下げられ、車両整備工場として再整備されたが、この際も泣き塔については保存の方針が引き継がれ、毎年の創立記念日には供養が行われた。また、1966年12月1日には、時の工場長の発案で泣き塔の周辺に杉の苗400本が植えられた。 かつては JR 大船工場の敷地内であったため、この塔を廃管するには JR の許可が必要であったが、2001年に鎌倉市が周囲の敷地と合わせて取得したため、JR に許可を取る必要はなくなった。2020年現在、泣き塔が建っている土地は鎌倉市の所有地となっており、町づくり計画部深沢地域整備課、 深沢地域整備担当の管理地であるが、泣き島の周辺はフェンスで囲われており、フェンスの入り口の鍵は、鎌倉市文化宝部文化財課が管理している。配管希望者は、市役所で鍵を借りる必要がある。月に1回、市民の有志、鎌倉泣き島クラブにより清掃活動が行われており、参加は自由なため、その際に配管が可能である。現在は、 2019年豪雨の影響で参拝はフェンスの外からのみとなっている。ありがとうございます。